はじまきよしろです。お願いします。はあ、俺だよ俺、はじまきよしろだよ。いや、ちょっとデカビタの炭酸に入れとこう。ルンペンルンペン歌ってた、まあ、ルンペンって乞食って意味ですけど、もうなんかダメなのかな、ルンペンって言っちゃうね、規制で。疲れた疲れたんって言ったらさ、へーんって言ったら唾がビシャッ。うん、暇でっしゃ、暇でっしゃはねえ。ふぅ、あー、マジでワイヤレスイヤホンをさ、もう同時買いしたよね。ソニーのさ、ソニーのノイキャンとさ、オーディオテクニカのやつとかさ、というかさ、完全独立型イヤホンに音質ってそんな求めない方がいいよ、別に。いやーでもさ、そのイヤホンのね、線が今断線しちゃってさ、まあ俺の使い方がいけないんだよ。俺はなんかもう一日中イヤホンつけてるんですよ。俺、基本的に俺、あの、父親のね、父親かとか、母親、まあ、お父さんお母さん。お父さんお母さんの発する音が基本的に嫌でね。超嫌でね。最低でしょ。うん。俺はお父さんの足跡とか、足音とか、そういうテレビの音とか聞きたくないから、この、まあ、このって、まあ、手話のイヤホンを使ってるんですけど、まあもうね、断線しちゃってね、もう2ヶ月で断線しちゃったわけよ。ふざけんなよー、くそがいなーって。まあなってるわけですけど。なってるんすよ。まあ、うわ、宅配届いた。
きちい。外あちいな。届いた。疲れた。まあいいや、雑談続けっか。やっぱこの飲み方ちょっとおかしいよね。いやーでもそのいっぱいさ買いたいよね。なんかさもう目に映るもの、イヤホンとかもさ、そういう高いやつ買いてえよなー。ほら買いてえよ、買いたくてしょうがねえ。なんかこの任天堂スイッチのソフトケースもさ、カードケースもなんかコツをつかめば意外に硬くないんですよね。まあでもガキの力じゃ無事ってことか。まあ確かにな。俺がガキの頃、これソフトケースを使ったらなんかまあ何個かソフトは壊してるよね。あっちあっち、外あっつ、大変だな、宅配の人も。行かれてんやろなあ。外暑すぎる。いやもう給料もう時給100万だよ。もうそれくらいねもらえなきゃ割に合わねえよ。それくらいもっとみんなもらえてほしいよね。なんかさ、そういう世の中になってほしいわ。仕事したくないから俺、割に合わねえからな。で、生きるために金稼ぎたくないよな。欲しいものがあって初めて金使いたいよね。わがままですけど。いやでも俺子供産みたくないなっていうね。まあ俺みたいなやつは子供産めないですよ。YouTube でね、人気にならない限り。YouTube で人気にならない限り俺みたいなやつは子供産めんけどさ。あ、でもいいや。これ何だ。マリオメーカーとか音大丈夫だよね。やっとね届いたリモコンが。でも俺あんま日時とか言いたくないんで、届いた日時、これさ Win なんとかなんとかっていう記号、あれ日付だからさバレちゃうのよ、これが届いた日とか。だから後でそのタイトル変えなきゃな。それで特定につながるからさ、俺が何時に動画を始めてっていうから逆算されたらおしまいだからさ。逆算でもないけど普通に計算してね、やったらこの時間に届いたんだっていうので特定されかねがないから、まあ特定されるかさ、なんでヒント与えるんだよっていうね。どこまでマリオチャレンジやろう。普通でね、初めから普通の難易度のコースを遊びます。マリオチャレンジ難しいのとか本当に難しいからな。うわ、来たね、スイッチ。めっちゃ俺のくしゃみの跡が。
なんで誰にも見せないんだろうね。いいな、マリオメーカーのこのさ、普通ランニングみたいなやつだと、どこまで行けるかコースだとさ、めんどくさいじゃん、そのいちいち探すの。いいわ、これは楽しい。でも死んじゃったらなんかないのかね、ランダムでやるけど、そのね、なんかおもろ。おもれーな。俺納金コースしか作ってちょっと、そんなバグある？あ、ファイヤーバックンがクポクポクポ。
死ねえよボケ。あ、積んだ。死ね。あー積んだ。積むなアホ。積むなアホってひどいな。寝癖すごい。眠ねえよ。おやすみなさい。やっぱなんかマリオデッセイの方がなんか楽ちんだ。考えなくていいからじゃって思ったけど、まあね。